シンガーソングライターのナゴです。よろしくお願いします。いつも僕カバー動画を毎日、YouTube にアップしていまして、ここ1年ぐらいオフィシャルヒゲダンディズムにハマってて、そのヒゲダンの曲をカバーしたりとか、その他の人たちの曲を、まあ、好きなアーティストさんとかリクエストいただいた楽曲とかをカバーをして、毎日ほぼ毎日 YouTube をやってます。この間ですね、コメント欄に質問をいただきましたので、その質問にお答えしていきたいと思います。はい。で、その質問が何かって言いますと、高い声ってどうやって出してるんですかっていう質問です。まあ、さっき言ったオフィシャルヒゲダンディズムの藤原さんがむちゃくちゃ声高いんですよ。で、僕も結構キーは高い方なんですけど、それでも相当苦しくて、まあでもそれでも、まあ、歌えない曲もあるんですけど、一応歌えるなんとか出せるんです。で、多分高い声を出すコツというのが一個あるので、高い声の出し方って多分ちゃんと発声を学んで勉強して腹式呼吸で支えてみたいなのがあると思うんですけど、そういうのはもう今日は無視します。もうそれは多分、まあ、皆さんで勉強しちゃってください、はい、僕はボイストレーナーではないので、あの YouTube の教材とか、ボーカルスクールとか通って、ぜひ自身で勉強してください。で、そういうのを学ばずに、まず一つこれはちょっと感覚として覚えておいてほしいものが一つ言ってあります。なので今日はこれについて解説をしていきます。よろしくお願いします。実際声を出す時なんですけれども、高い声ってどうやって出そうと思って出してます？音程が変わっていくのってなんかイメージするので、皆さんが割とイメージしやすいものが楽譜、この五線譜があって、その五線譜にこう音符があると、で高い音が高くなればどんどんその音符の位置が上に上がっていくみたいなイメージが割とあるのかなとか、あとカラオケの採点、採点もあれは同じようなものですよね。五線譜じゃないけど、こう線がわーってなって音程がわーってこう上がっていったり下がっていったりみたいなイメージがあると思います。高い声をまず発声とかちゃんと学んでない方で出したいでも出ないっていう方は、一回それを忘れてください。この音程の高い低いは一回忘れましょう。高い声出したいって言ってるの忘れようとかしで、高い声を出すのに気をつけていただきたいのが距離です。例えば久しぶりに見かけた友達がいて、その子の連絡先は知りません。で、結構車通りの多い幹線道路の向こう岸にその友達がいます。で、その友達とどうしても話したい。どうしても話したい。でもこのままだと向こうずっと進んでいっちゃうから、一回その子に呼びかけましょうってなった時って呼ぶと思うんですけど、多分呼ばない人はごめんなさい、で、その多いっていう時の感覚を覚えておいてほしいんですよ。はい。呼ぶ時って、まあ、今皆さん家だと自宅とか外で移動中とかだとできないと思うんですけど、カラオケとかスタジオとか山とか大きい声出しても大丈夫そうなところで一回試してもらいたいんですけど、あーいって叫ぶと思うんですよ。これを覚えておいてほしいんです。絶対にその遠くにいる友達にと呼びかけるとき、呼び止めたいときに、おーいって呼び止めないじゃないですか。絶対に高い声で、あーいって呼び止めると思うんですよ。なんでかっていうと、高い声と低い声っていうのは適性があります。向き不向きがあります。低い声は近い距離にいる人を話しかけたりとかするときに向いてます。逆に高い声っていうのは遠くの人に呼びかけるときに向いてます。それは多分皆さん学んでないと思うんですけど、自然と多分体が理解してるはずなので、大きい声で読み解けてくださいって言ったら必ず高い声が出ると思うんです。遠くに飛ばすイメージを持ちましょう。はい。なので、歌の中ですぐ使うのは難しいと思うので、大丈夫であればカラオケで遠くに向かってそのおーいって呼ぶ練習をしましょう。あーいっていう声をどん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 音程にしていって、メロディーにしていくと舞台に使うことができます。ただ高い声でもこれも抑えたりしなきゃいけない時っていうのはあるので、それは大きい声で高い声を出す練習をして安定して出るようになる、あとは基本的なボイストレーニングをして、その声が安定してきてから小さい声で高い声を出せるようにしていきましょう。で、注意していただきたいのは、言うてもどんだけ頑張っても出ない声とかすごく無理なキーっていうのはあるので、あまり無理しすぎないでください。はい。多分やると喉を潰してしまうので、一昨年やったワンマンライブやったんですけど、バンドで、
その時に、テンション上がりすぎて1曲目を歌う前にわーって叫んで、喉が飛びました。なのでそういうこともあるので、無理のない範囲で声を出していきましょう。でわーってわーって練習していって、で多分高い息出るように なると思います。でもし出なかったとしても、多分高い声が出しやすくなるんじゃないかなと思います。少しずつ、さっきお伝えした1点ですね、大事なのは1点、音程の細かい音程じゃなくて高い声低い声っていうのはちゃんと距離で感覚を取っていきましょうということです。はい、さっきもお伝えしましたが、注意としては必ず無理はしないように、プラスでお伝えできるとしたら、高い声そのキーが歌えない曲は一回カラオケとかだったらカラオケキー下げましょう。はい、2つ3つぐらい下げて、で自分が楽に歌えるところからスタートしましょう。でそこで安定して歌えるようになったらキーを1個上げます。はい、プラス1してください。でそこでまた練習をして、でさっき言ったような距離をつかむような高い声は遠くに飛ばすイメージを持ってもらって、でそれでまた安定してきたら次でまたキーを上げて、キーを上げてつって元の原曲キーに戻していきましょう。それが多分結構割と無理がない練習になると思うので、ぜひぜひ試してみてください。よろしくお願いします。というわけで長くなりましたが、最後まで見ていただいてありがとうございます。ナンゴはですね、毎日 YouTube ほぼ毎日完全毎日じゃないけど、ほぼ毎日、更新してますので、よかったらぜひぜひチャンネル登録お願いします。であと何かその他リクエストとか、それってどうやってんのみたいなのとか、なんか気になることとか質問があればぜひぜひコメント欄にください。あとなんか今日お話しした内容で、はぁ、あ、お前何言ってんの、それ全然違えからみたいなボイストレーナーの方のご意見もあれば、ぜひぜひ参考にしてさせていただきたいので教えてください。本当にボイストレーナーじゃないのに偉そうに言って申し訳なかったです。はい、というわけでナンゴでした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。まるで僕らマニファクチャー無限に生み出すファクトリーさ。